はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回はマリオカート8をやっていきたいと思いますが、今日はですね、僕だけじゃございません。特別ゲストに来ておりますっていうか隣にいます。はい、どうぞ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。普段、ゆっくり実況の方やらせてもらってます。よろしくお願いします。ちょっと待って、スーッと伸ばしてたっけ、いつもですって、はい、トライアングルですって、はい、そうですよ、はい、トライアングルですって言ってた。はい、言ってました言ってました。あ、そう、はい、あれの気のせいか。今コーダさんが喋ってる間にいよう、よし、いよう、だよな、絶対そうだよな、だと思ったわ。では、今日はみんなでね、はい、みんなでと言いつつ2人だけど、あれ、どこだ。私タヌーキーですよ。あ、私どこだ。あった。水色がね、ちょっとね、同化しててね、同化してるぜって、ね、それでは、うん、面白いですそれでは、ドンキーコングでいきたいと思います。よろしくお願いします。ね、ドンキー好きすぎなんだよ、はい、ドンキー大好きなんですよこれをチーム戦にして、はい、そうですね、チーム戦でちょっと、アイテムすべてクラス 150cc、はい、コンピューター強い強い、コンピュータマシーン、そうですね、全てコースランダムで、ランダム、お任せ、はい、お任せレッスス4レッス4レッス、 OK、 これでいいですか。はい、大丈夫です。いきましょう。これでも決まったわ。え、これ負けたら、うん、あのマリオパーティーの方ではモノマネしてたんですよね。なるほど、うん、そうね、してたし。何をしますか。え、何するの負けてから考えますか。負けてから考えようか。あ、わかりました。 OK、罰ゲームすんのか、本当に。しましょう。本当にすんの。やっぱりそれの方が視聴者さんもやっぱり太田さんのそのなんか恥ずかしがるところとか見たいと。いや、俺見せないから。本当ですか。うん、もうトラちゃんにねやってもらうから。全部太田さんの視聴者さんほとんどが誰こいつってなってると思うんです大丈夫ですか。大丈夫大丈夫大丈夫っていうか、多分ね知ってる人多いと思うよ。いや、多分ゆっくりなんで。よし、 OK、 いきましょう。ドンキーなんでマリオとか吹っ飛ばせるはず。コースが分かんない。そう、このさ、コースが分かんない。8になってから、うわ、ちょっと縦割りになったんだよね。あ、ほんと、あ、ほんとだ。だから今気づいた俺最初すげえやりづらくて。ほんとだほんとだほんとだ。そうなんだよ。あ、でも確か僕久々ぜ、あの僕久々ぜひとまずぜをつけたくなる。久々ぜ、うん、久々ぜ、うん、あれなんですよ、あのてか、まず、あ、間違えた。2人プレイをほとんどしたことないんで、痛い。はい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 、はい、で、あの、はい、なんか斬新で僕やりやすいですなるほどね、はい、ほとんど僕ボッツでやってたので。待って、寂しいこと言わないいや、友達いるでしょ隣に。友達になってくれるんですか。もう友達だよ。ありがとうございますこれ誰得なんですねこの茶番。え、大丈夫、民得だから。大丈夫ですか、うん、みんな得。ミンゴルみたいなミンゴルやったことある。ミンゴルやったことあります。でも、うん、ガチじゃないですね。あー、なるほどね、はい、なんか友達ん家でやろうかって言って、はい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 、やろうみたいな感じで。あるよね、はい、その感じね。コードさんはガチですか。僕はあの全然ミンゴルはやったことももちろんあるんだけど、はい、そもそも普通にゴルフをやったことがあって。あ、すごいですか。強い。なんだけど、はい、あのね、ミンゴルがリアルと違いすぎてね、悲しくなるんですよね。うん、あれね、マジで普通に入りすぎるじゃん。ちょっと待って、やばい、うん、あのね、ちょっと聞いて、ちゃんと聞いてる、俺の話聞いてる、ね、聞いて、俺の話を聞いて、ミンゴルの話を聞いて、ね、どんだけミンゴル好きなの必死すぎますよ、やばい、これ下手すぎる俺。いやいやいや、コースが分かんない。あ、このいや、こういうと、あ、こいつまた言い訳してんなってやめときますなんでもないです、僕の実力です。おおおお、まあでもね、これチーム戦だからね、はい、そうですね、あの仲間。いや、本当にそうなんだよね。だから俺が1位でもさ、他のチームがさ、全員さ、5位とかさ、10位とかさ、はい、12位とかだったらさ、マジで全く俺が1位取る意味ないってやつだからね。でもなんかあれなんですよね、コールさんのメンバー強い。あ、ナイス、チーム戦の強 い, い, やいや勝てるとこ。あ、間違え、ちょっと待って、キノコ取っちゃったキノコ取っちゃった。へい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 。いや、でもこれここでの3段いいんじゃないですか。まあでももう終わったからね、俺終わったから早く終わってくんないかな。次のコース行きたいけどね。ベビーマリオ負けないぞ。あ、味方だったさあどうなる。やばいこっからよ、こっからよ。 あ、いいバランス、いいバランスだよ。え、むしろむしろ、ちょっと待って、やばい、これは怒られる。あ、でも
あ、おお、ま、8点差。まあ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 、はい、まだわかんない、まだわかんない。そうですね。オッケーオッケー、ロゼッタ頼むぞ。ロゼッタ頼むぞ。いいよいいよ。ビロゼッタ、あ、ってかダブルロゼッタがいいですね。ダブルロゼッタ、ダブルロゼッタが、ごめんなさい、実況者失格です。今の実況者失格も言えなかった。まあでも俺もよく最近噛むんだよ。僕もなんです、ね、そう、困るよね。はい、どうもトラダイガングですって言った始め瞬間に。いやー、年ですよ。年言ったら、ちょっと待て待て待て、一回ちょっとゲーム止めようか。いや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 、うん、ガチ切れパターンじゃないですか。リアルなパターンじゃないですか。止めよう止めようつって。よし、行きましょう。あ、ここなんだ。ここはあれだよ、あの、はい、Wii でもあったはずだよ。ビーチですか。あ、短いところ。あ、違う違う違う、ビーチビーチビーチ。あれ、これ Wii じゃなかったっけ。あ、え、多分、ああ、ありました、ありました、ありました。あるよね、こっち行ける、こっち行けるやつだ。こっち。でも、でも、だいぶ配置変わってますよ。うん、変わってる。なんか、ショートカットとかあるんでしょうね。はい、まあ、やらないか。あ、痛い、ちょっと待って。やらないかとか言うから。しまった。あ、あの、僕、こういう変なキャラです。うん、多分ね、みんなね、うすうす気づいてると思うよ。大丈夫ですか、うん、ちょっと待って、あの、下手すぎる。ちょっと待って、待って。いいね、いいね。あの、皆さん、許してください。あ、仲間にスナックしました。え、でもな、あれでしょ、はい、マリオカートはさ、はい、その Wii が初めてだったもんね、やったのは。 Wii が初めて、あれ一応なんですかね、ファミコン、スーパーファミコン、はいはいはい、はい、64もやってましたけど、うんうんうん、なんかだいたいグランプリだけちょっとやって、もう終わ、やめちゃうみたいな感じだった、まあ、そうだよね、そもそもネットがまずなかったもんね。そうですね、あ、確かに64とかなかったですね。で、そのがっつり本当になんか、マリオカート Wii のところは、うん、まあ、あの僕その頃学生だったので、うんうんうん、学校終わって、あ、痛い、学校終わって、あ、痛いって痛い。ちょっとキャラが被るんだって俺と。あかんあかん、そういうで、うん、学校終わってから、うん、学校終わり、僕部活や、あの野球やってたので。あ、野球やってたんだ。野球やってました。へえ。部活終わってで、うん、6時頃にご飯食べて、6時頃にご飯食べて、そから、6時半にご飯食べ終わって、6時半頃に食べ終わって、深夜の2時ぐらいまでマリオカートWii やってました。やばっ。で、これですか。あ、でも2位だ。だから上手いんだよ。いや、いや、多分味方です。いやー、すげーな。だから基本ゲームが好きなんでしょ。大好きです、本当に。もうドラクエとか、あれですね、ドラゴンクエスト5ってあるんですけど、うん、それとかも今4週くらい。はい、未だに。あ、今、そうですね、あの、大人になってもう一回やって4週目みたいな。すごい。やってますね。やばいな。お、あ、あった、なんか通した。大田さん、1位で楽しいですか。え、楽しいよ、すごく楽しい。楽しいですか、うん、なんか一人で走って。お、あ、でもちょっと待って待って、2位3位がね。でも10、11、12がうちの子供たちが、子供たちが、子供たちがやっちゃってますね。あ、でもいいんじゃないですか。いい勝負するんじゃない、まだ追いつけ。あら、あら、ちょっとまた差が意外とちょっと離れた、うんうんうん、いや、でも大丈夫、怒られない。2位、2位になっとけば怒られない。僕の目標は、うん、あの、高田さんの視聴者さんに怒られないこと。え、めっちゃ、うちの視聴者さん、まず言えてない、うちの視聴者さん優しいからね。あの、僕、あの、高田さんの動画見てるので分かった優しいんですよ、本当に。あの、僕の視聴者さんももちろん優しいですよ。高田さんとこは、うん、特に優しいんですよ。あ、ラップの動画とかのコメントとかすごい優しくて。あーね、本当にありがたいよね、はい、ちょっとね、あれはね、コメント読んでね、ちょっと涙が出そう。あー、分かります、ね、あの、僕コメントしたんですけど、読んでくれました。読んだよ、読んだ、読んだ、ありがとう、ありがとう。なんて言ってましたか、僕。うんとね、はい、ラップ最高ですって言ってた。絶対なんとなくで言いますよ。ラップやられてたんですか、ですよ。ありがとう、ありがとう。ひどいな、ありがとう、いいね。うん、なんだろう、目から涙が。違う涙が出てる。まあでも、あの、ガチで本当に読んではいます。本当ですか。うん、どんなコメントしてたかっていうのはちょっと忘れちゃいました。皆さん、視聴者さん聞きました、どんなコメントか。皆さん、わかんないかもしれないです。もうちょっとやめてよ、そういうの。いや、でも高田さんのちょっと、あの、ちょっと、なんだよ、下げていくスタイル。あ、で、デスキル狙っていいのかな、これは。やめ、何何。あ、そっか、Wi-Fi じゃないから、デスキル狙ってもよかったんだ。コンピューターだとなんか、うんうん、
え、デスキルっていうのはなんかダメージ前で食らってるとするじゃないですか。はいはいはい。それさらになんか甲羅を投げたりとか。あー、なるほどなるほど。やるのが、うん、ちょっとなんですかね、マナーじゃないですけど、うん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 、あんまり、あ、ちょっと、あーんそういうのがあんのか。ちょっとあんまり やるとよろしくないのね、こんやろうって思われる、ね、後で仕返しされるパターンです。あいやマリオカートのね世界もやっぱりガチはガチだからね。そうですね、ガチ勢とかだと本当にもう化け物ですからね。だってここ最近のね、はいはい、それこそねチャヤくんとかね、はい、いや めっちゃパン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 してるもんね。チャヤさんもすごいですね。もうぜひ僕もえ、名前言っていいですよね。いやどうぞどうぞ。フェイトさんとか、あもうフェイトさん、コードさん、千早さんは僕、うん、YouTube のリスナーさんってよくローテっていうか動画ローテ、うんうんうん、これの中の僕3人、うん、ローテーションですから、ね、ありがとうございます。順番え、イエーイ、え、あ違う、え、いいのか。いや、やばい、これはやばい、これまだ分かんないよ。よし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 、まあまあ1位俺取ってるからね。45だから今、45ポイント。目隠ししてやる。なんだそれ。目隠しして勝てる男がいるか。目隠し。高田さんです。目隠ししようか。はい。いやしねえよ。じゃあ僕目隠しします。はい。しました。待って待ってそれ、はい。今つけてます。あのさ、ありますよ、声しか伝わんないからつけて。嘘は良くないと思うんだ僕。ごめんなさい。うん。ダメだよ嘘は。はい。してないでしょ目隠し。してます。突き通すね。びっくりしたわ。まだいくかと思っちゃったわ。多分今ので嫌われましたね。あでもねそういうプレイもお好きなんでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。そのガチで言うのやめなさい。さあラストいきましょう。はい。4レース目。なんか最後、うん、とりあえず1位になって。なんでぎこちないの。言い方が。よし。レッツゴー。はい。はい、ちなみにここさっき僕練習のタイムアタックで、うん、ちょっとだけやったコース。あ、そうだね、はい、さっきねジャンプボタンどれだとか、ね、そうですね言っててやってたのでここぐらいまで。でもねこれねすごいのが、はい、毎回このボコボコが変わるんだよ、はい、場所が。え、そうなんですか。そう、え、2周目はとか。あ、そういう意味じゃなくてそのやるたんびに、え、すごい、プレイするたんびに変わるみたいな。そう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 。だからさっきその練習の時にやったのとまた違ってるはず。はあ、い、これはすごい。マリオメーカー皆さんこれ買った方がいいと思う。出た出た。宣伝宣伝部長よ、宣伝部長。ありがとうございます。でも本当すごいですね。え、そういう仕様あるんですね。そういう仕様。ちょっと後ろに今投げたでしょ。はい。俺がいるの分かって投げたでしょ。やった。あ、当たりました。えい。あ、当たりました。じゃねえ。ちょっと待てよ。当たりました当たりましたじゃねえ、当たってるわ、12分に当たってるわ。もうびっくりだわ。うわ、やっぱりいただけたでしょ。いやトラちゃんやっぱりねそういうキャラなの知ってる。ありがとうございます。そういうキャラなの知ってるよ。僕は純粋なオカマキャラです。オカマキャラなの。だから本当にねキャラかぶんだよ。シンフォに感じますからね。あ、1位。お、1位じゃん。あ、ちょっと待って、あそういう言うのもよくないよ。よしよしよし、いいねいいね、見せプレイだね。僕勝ちたいんで無言になります。いいよなってみ。あ、そうです、そうです。全然俺この後トライアングルさんのチャンネルぜひ登録してねとか絶対言わないから。あ、ちょっと待ってください、うん、しゃべります、ガンガンしゃべります。概要欄に URL とか貼らないから。待って待って、貼ってください。3個くらい貼ってください。貼りすぎでしょ。次のマリオメーカーの動画でもちょっと高田さんの個別の単体のマリオメーカーの動画でもちょっと貼っといていただけたらちゃんと宣伝してくるんだ。まあでもいいよ、じゃあ分かった、これで、はい、本当にマジでこの後、はい、チームのスコアで、はい、そっちが勝ったら、はい、URL3 つ貼るよ。マジですか、うん、URL3 つ貼る。 URL3 つ貼るよ。 URL 大丈夫ですか、嵐になりますけど、うん、概要欄上と、はい、真ん中と下ぐらいに貼っとくから、あとコメントの中にも貼っとくから。小田さん残念なお知らせが、はいはい、2位の人がもう小田さんの敵、味方なんです。で1位2位がもうおめでとう。あーもうお疲れ様でした。くそー。いやーやっぱ結構違うセブンと、違うのもあるんですけど、多分僕の腕ですこれは。まあ、久々ってのもあっただろうね。 ひどい久々っていうね。多分もう必死すぎて、うん、もうターボもあんまかけれなかったです。あとジャンプアクションのロスが多かったです。
ちょっとタイミングがあれだったので、あでも本当に面白かったです、はい、なのでまずはそれでは、ここまで違う、はい、あのね、はい、2つ3つコード聞いて、はい、ごめんなさい、まず1つ目、はい、まずは、はい、やりましょうこれ、ああ、8ね、はい、プレイして、はい、リベンジ待ってます、絶対やります、はい、はい、だ今度ほらあの千早大王様とかとね、いや本当ぜひね、やりたいよね、俺が誘えるかって話だけど、まず見てらっしゃったらあの大ファンね、そのガチな視聴者側やめなさいと、はい、言ってたよね、罰ゲーム、それではいやだから、はい、聞いて、はいはい、最後まで聞こうね、あごめんなさい、うん、そういうねせっかちな子はね、モテないよ、はい、うん、うん、男からも女からもモテないよ、それはちょっと女はいいですけど俺が2つキャラを言うから、はい、そのキャラ2つのモノマネを続けて続けてやる、あのちょっと僕このあの言い訳なし言い訳なし、はい、はい、頑張ります、いくよ、はい、じゃあ2つ言うね、はい、はい、ドラえもんとクレヨンしんちゃん、さあ行ってみよう、僕ちょっと待って、僕ドラえもんです、おほーい、何もう一度チャンスをいただけないでしょうか、何チャンスって、あの別のお題を出していただいて、お題、モノマネしますので、いや今ので完璧決まったから大丈夫だよ、うん、ありがとう、すごく楽しかった、みんなもね多分笑ってくれたと思う、そういうのがねやっぱりね実況者でありね、あの YouTube ね動画出していく人だと思ってんだよね、僕はね、書いてます、いいよ帰って、あごめんなさいごめんなさい、あいいよ全然帰っていいよありがとうね、うん、いやいやいやってことで3つ目なんですけど、はい、はい、ぜひトライアングルさんのねチャンネル行っていただいて、あの概要欄にね、はい、1つだけ URL 貼っておきますのでね、はい、はい、あのそちらから、あのいつもマリオメーカーのあのゆっくり実況とかね、はい、もしてますし、す、ね、ここ最近生声でね、そうですね、やらせてもらってるので、はい、僕もこれからどんどん見ようかな、あありがとうございます、そうだから、うん、これからね、前から見ていただいては、見てたよいやでもガチで言うと、はい、あの関連動画でマリオメーカーとか出てたから、それで見てたけど、はい、あのこの間ね、はい、年末の時に初めて直接お会いして、あそうですね、だったから、はい、その時からしっかり見るようになったかな、はい、っていう感じですかね、最初そうですね、僕の最初会った時にトライアングルですって言っても、うん、なんかちょっとパッとしなかった顔でしたあ、よろしくお願いします、あ、トライアングルさんとかでもなく、そう、よろしくお願いします、それそうだ、それ仕方ないでしょ、それはそれ誰だってそうだよ、太田さん知らないなやめてよ、そういうこと言うの僕は、あ、ちなみに皆さん、僕は、あ、小田さん、小田さんですね、あの、マリオメーカー見てますって言ったんですけど、いや、俺ね、いや、いいよ、こそカットするわ本当にはい、ってことで、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします、はい、トライアングルさんと、ね、仲良くしていきますんで、はい、よろしくお願いしますちょっとうるさいですがはい、はい、じゃあここまで視聴いただきありがとうございました、はい、また、マリオメーカー、トライアングルさんと、コラボしますのでそちらもぜひ、お待ちいただければと思います、はい、コースは僕もあの投稿しておりますんでぜひぜひぜひ帰ったら、はい、かります、早く帰ってやって、早く帰ります、実況してください、はい、圧力がそんなないよ、そんな、え、俺そんな圧力ある、小田さんの顔が怖かったもうそれ本当にガチで聞こえたら聞こえるからやめてよはい、ではまた、はい、お会いしましょう、はい、じゃあまたね、さよなら、グッバイチャー、ありがとうございます。